はいどうも皆さんプロスペです。札幌と福岡は、それぞれ北日本と南日本の最大都市であり、同じような立ち位置の都市であるため、たびたび比較されます。地方都市代表の座をめぐり、ライバル関係にある両都市ですが、実際のところはどちらが都会なのでしょうか？というわけで今回は、札幌と福岡を様々な面から比較し、どちらが都会か決めていきたいと思います。まず両市を人口面で比較してみると、人口では札幌市が福岡市を上回っていますが、人口密度では福岡市が3倍近い差で札幌市を上回っています。人口は多いが人口密度は低いというところだけから考えると、札幌は面積が大きいから人口が多いだけというふうに思えます。ただこの値は、森林や農地を含めた地域全域の値ですので、あまり参考にならない部分があります。というわけで、ある程度市街化された地域である、人口集中地区のみでの比較を行うことで、両市の実質的な街の規模を比較してみましょう。両市の人口集中地区を比較してみると、地域全域で比べた場合と同様、人口では札幌市が福岡市を上回り、人口密度では福岡市が札幌市を上回っています。しかし、福岡と札幌の人口密度の差はそこまで大きくなく、この点は地域全域の比較とは異なっています。なぜこのような違いが生まれるのでしょうか？それは、札幌市の南西部に、広大な森林が広がっていることが関係しています。この地図の赤枠は札幌市域を表しているのですが、これを見ると札幌市は半分以上が森林であることがわかると思います。数値で見てみても、福岡市の森林面積比率が 30% 程度であるのに対し、札幌市の森林面積比率は倍近い 60% となっています。そのため、地域全域での比較と人口集中地区での比較で、結果が異なることとなったわけです。このような事情も考えると、市内の人口という面では、札幌市の方が福岡市より優れていると言えるでしょう。次に、両市を経済面で比較してみましょう。両市の市内総生産を比較してみると、福岡市が札幌市をわずかながら上回っています。札幌市よりも人口が少ないにもかかわらず、市内総生産では上回っているあたり、福岡市の経済的強さがわかりますね。分野別で見ると、特に卸売業で札幌市は福岡市に大きな差をつけられています。これに関しては理由がよくわからないのですが、九州地方の人口が北海道の2倍以上であることと関係あるかもしれません。周辺地域の人口が多くなければ、卸売業者の取引相手である小売業者も発展しないため、人口が少ない北海道地方では、卸売業は厳しいのでしょう。都会といえば多くの企業が立地しているイメージなので、両市を企業面で比較してみましょう。事業所数と上場企業数を比べてみると、どちらも僅差ではありますが、福岡市が札幌市を上回っています。このことは、市内総生産で福岡市が札幌市をわずかに上回っていることにも、反映されているのでしょう。都会といえば買い物客で賑わっているイメージなので、両市を小売面でも比較してみましょう。両市の小売業総生産を比較すると、札幌市が福岡市を上回っています。しかし、これは郊外地域も含めた地域全域の値なので、中心繁華街を比較するためにはまた別の指標が必要となります。そこで参考にしたいのが、商業統計で見ることができる、商業集積地区別の年間商品販売額です。この動画では、札幌市は、札幌と境内を中心に半径800メートルを目安とした範囲、地域名で言うと、札幌駅、大通り、すすきののあたりを中心繁華街とします。また福岡市については、地下鉄七隈線の天神南駅を中心に半径800メートルを目安とした範囲、地域名で言うと、天神、中洲のあたりを中心繁華街とします。この範囲内にある商業集積地区の年間商品販売額を合計した値で、両市を比較してみると、地域全域で比較した場合と異なり、福岡市が札幌市を上回っています。福岡市の中心繁華街天神は、大型店舗が数多く立ち並んでおり、このような結果になるのも納得です。小売業に関連するところでは、百貨店も都会にあるイメージなので、これについても比較しておきましょう。両市の百貨店店舗数を比較してみると、札幌市が福岡市を上回っています。札幌市の百貨店はすべて、先ほどの中心繁華街の範囲内にあるのに対して、福岡市の方は中心繁華街内にあるのは3店舗のみというのもあるので、百貨店に関しては、札幌市の方が福岡市より優れていると言えるでしょう。都会といえば交通が発達しているイメージなので、両市を交通面でも比較してみましょう。まず、両市の代表駅である博多駅と札幌駅の乗降客数を比べてみると、博多駅が札幌駅を上回っています。次に、両市の交通網を比較していきます。両市の交通網で最も大きな違いは、福岡市には新幹線の駅があるのに、
札幌市にはないというところでしょう。将来的には北海道新幹線が札幌駅まで延伸される予定ですが、それでも山陽新幹線と九州新幹線の2路線が乗り入れる博多駅と比べれば、新幹線駅としての重要性、存在感ではかなわないと考えられます。また、福岡市には大手私鉄である西鉄の路線がある一方で、札幌市には私鉄の路線が存在しないという違いもあります。西日本鉄道通称西鉄は、三大都市圏以外で営業している唯一の大手私鉄であり、福岡が札線広福の枠組みを飛び越え、三大都市圏の領域に足を踏み入れている部分だと言えるでしょう。交通網という面で札幌市が福岡市より優れているところとしては、地下鉄路線の充実度が挙げられます。福岡市営地下鉄と札幌市営地下鉄は、路線数では3路線で同じとなっていますが、路線の総距離で見ると、札幌の方が福岡よりかなり長くなっています。また、札幌市営地下鉄の大通駅は東京と大阪以外で唯一、地下鉄路線が3路線以上乗り入れている駅であることも、評価したいところです。都市交通という観点では、札幌には福岡にない路面電車があるという点も、地下鉄と同様に福岡に対する強みとなっています。ただ、福岡には札幌にない都市高速があるので、都市交通を総合的に見ると、福岡と札幌はほぼ互角と言っていいでしょう。最後に交通という面で触れておきたいのが、福岡空港は福岡市中心部にかなり近いところに位置しており、地下鉄空港線に乗って天神からは11分、博多からは5分で行くことができるということです。他の大都市では、主要空港まで行くのに30分ほどかかることを考えると、福岡空港がどれだけ都心から近いかわかると思います。この空港アクセスの良さは、福岡という都市の特筆すべき魅力と言っていいでしょう。次に、都会といえば高い建物が多いイメージなので、量子を高層ビルの面で比較してみましょう。量子の100メートル以上高層ビル棟数を比較してみると、札幌市が福岡市を上回っています。棟数の差はそこまで大きくないので、あまり違いはないように思えますが、実際には、福岡と札幌の高層ビル群はかなり性質が異なります。先ほど述べた通り、福岡市の都心部は空港から近いため、航空法によって厳しい高さ制限が行われてきました。そのため、福岡市の高層ビルのほとんどは、アイランドシティやシーサイドも持ちなどの、湾岸のタワーマンション群として建設されています。最近は福岡市都心部でも、天神ビッグバンと呼ばれる再開発計画が進行しており、高さ制限が少し緩和されました。しかし、それでも空港からの距離が近すぎるため限界があり、再開発によって建設された高層ビルの高さも、最大で111メートルにとどまっているほか、今後都心部に建設予定の100メートル以上高層ビルも、1棟のみとなっています。天神が繁華街として発展しているのは、高さ制限があるために、超高層ビルを建てて街の中心をターミナル駅周辺に移すという手法が、十分に使えないからというのもありそうです。一方札幌では、札幌駅を中心に都心部に多くの超高層ビルが立ち並んでおり、超高層ビル群としての迫力を、しっかりと感じることができます。また現在札幌市では、北海道新幹線開通を見据えた大規模再開発計画が進行しており、2028年度までに、現在札幌最高層の JR タワーを上回る高さの超高層ビルが、4棟も完成する予定となっています。再開発ビルの高さは最高で245メートルと、三大都市名古屋と比べても遜色ないレベルです。将来的なことも考えると超高層ビルという面では、福岡は札幌に大きな差をつけられていると言っていいでしょう。都会は地価が高いイメージなので、量子を地価の面でも比較してみましょう。平均工事地価と最高路線価を比較してみると、どちらも福岡市が札幌市を上回っています。福岡市の地価が高いのは、高さ制限によって超高層ビルが建てられないため、土地の高度利用が制限されているということも原因となっていそうです。ここまでは市内のみでの比較を行ってきましたが、都市は行政区分で区切られているわけではないため、市の範囲を超えた比較も必要です。というわけで、人の流れなどによって都市の範囲を決定する、都市圏という考え方を用いて、札幌と福岡を比較してみましょう。まずは、原則として通勤率 10% の自治体を都市圏の範囲とする、都市雇用圏というものを使います。両都市を都市雇用圏で比較すると、人口と域内総生産の両方で、福岡が札幌を上回っています。福岡市の郊外地域には、人口10万人前後の自治体が多数含まれているほか、日本一人口が多い郡である春日郡もあります。このように郊外地域も発展しているため、都市圏単位で見ると地域のみで比較した場合と異なり、福岡の方が札幌より人口が多くなるのでしょう。続いては、原則として通勤、通学者数が常住人口の 1.5% 以上である自治体を都市圏の範囲とする、
総務省の大都市圏を使っていきましょう。イメージとしては、都市雇用圏より広域な都市圏と考えてもらえれば大丈夫です。両都市を大都市圏で比較してみると、北九州、福岡大都市圏の人口が、札幌大都市圏の人口を倍以上の差で上回っています。ただ総務省の大都市圏は、政令指定都市が近接する場合同一の都市圏とみなすという、人の流動に関係ないよくわからない規定があります。この規定によって、北九州、福岡大都市圏の範囲は、北九州市と福岡市への15歳以上通勤、通学者数の合計が、常住人口の 1.5% 以上である自治体ということになっています。一方で札幌大都市圏の中心都市は札幌市のみなので、当然大都市圏での比較では、札幌の方が不利となるわけで、あまり参考になりません。というわけで、近接する政令指定都市の大都市圏をまとめる規定を無視して、中心都市を福岡市のみとする大都市圏の人口を算出してみました。中心都市を福岡市のみにすると、北九州、福岡大都市圏よりは人口が少なくなりますが、それでも札幌大都市圏に比べるとかなり多いことがわかります。北海道は完全に札幌一極集中であり、北海道全体の人口の、実に4割近くが札幌市に居住しています。そのため、比較する範囲を広げていくと、札幌が不利になっていくわけですね。自治体の範囲を超えて比較するという意味では、それぞれの都市の拠点性も重要になってきます。拠点性に関する指標としてはまず、流入人口と流出人口が挙げられます。流入人口というのは、ある自治体への通勤、通学者数のことであり、流出人口というのは、ある自治体からの通勤、通学者数のことです。流入人口が多いほど拠点性が高く、流出人口が多いほど拠点性が低いと考えればいいでしょう。札幌市と福岡市を比べてみると、流入人口と流出人口ともに、福岡市の方が多くなっています。札幌市の流出人口が少ないのは、北海道は札幌一極集中なので、流出する先が限られているからでしょう。流入人口では、福岡市の方が札幌市より3倍近く多く、福岡が市域の人口以上の実力を持っていることがわかります。流入人口と流出人口に関連するところで、夜間人口と中間人口というものがあります。夜間人口というのは、その自治体に常住している人の数のことであり、中間人口というのは、夜間人口から流出人口を引き、流入人口を足したもののことです。そして、中間人口を夜間人口で割った値を、昼夜間人口比率といい、一般的にはこの数字が大きいほど、拠点性が高いとされています。両市の昼夜間人口比率を比較してみると、福岡市の方が札幌市より高くなっており、ここでも福岡の強さを確認することができます。より広い範囲での拠点性を見るという意味で、国家機関や企業の支社の立地も拠点性の指標となるでしょう。札幌と福岡はそれぞれ、北海道地方と九州地方の拠点都市です。九州地方の人口は、北海道地方より2倍以上多いので、拠点性が及ぶ範囲の人口という点では、福岡の方が札幌より優れていると言えます。ただ前述の通り北海道は札幌一極集中であり、北海道地方の中での札幌の拠点性はかなり強いです。一方九州は、公的機関の管轄は北九州、南九州、沖縄の3つに分割されることもありますし、九州全体で1つの管轄区域となっている場合でも、拠点が福岡ではなく熊本に置かれていることもあるので、九州地方における福岡の公的拠点性は、北海道における札幌ほどのものではありません。また民間企業の支社を見ても、那覇には福岡とは別に拠点を置いている例も目立ちます。ただ、北九州地方のみでも北海道地方の人口は上回りますし、地方の拠点都市としての存在感は、福岡の方が上と言っていいでしょう。さて、ここまで福岡と札幌を様々な面から比較してきましたが、結局どちらが都会なのでしょうか？札幌は地域人口が多く、都心部には多くの高層ビルが林立しています。一方福岡は都市圏人口が多く、人口1400万人を超える九州地方の拠点都市として発展しています。比較した内容を総合的に考えて、福岡の方が都会であると判断しました。地域のみでの比較だと、札幌の方が人口が多く、経済面の指標などもかなり接戦でしたが、北海道地方全体で見ても、福岡県と同じくらいしか人口がないので、広域的な比較ではやはり札幌は分が悪かったですね。この動画では福岡の方が都会だと判断しましたが、都会というのは絶対的な概念ではないので、違う考え方もあるでしょう。ということで、この動画の価値を高めるためにも、異論反論などありましたら、コメント欄に積極的に書き込んでいただけると嬉しいです。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。